結婚披露宴。結婚披露宴は、結婚を広く発表するため、親戚、知人、友人らを招いて催す宴会である。結婚を広く地域、社会に知らせ、皆で祝う結婚披露宴を催す習俗は、世界各地に古くから見られる。結婚披露宴は、宗教的色彩の濃い儀式としての結婚式、婚礼と合わせて開かれることが多く、 結婚式と結婚披露宴を一体として結婚式婚礼ということもある。古くは結婚披露宴をもって結婚の成立とした。その後、宗教の組織化と社会制度の整備により宗教的儀式たる結婚式が重視され結婚式をもって結婚の成立とみなされるようになり結婚披露宴はそれに付随する宴会となった。現代では 多くの国で結婚、婚姻は単に民事契約とされているものの、結婚式の宗教的色彩は色濃く継承され、結婚披露宴も広く行われている。儀式としての結婚式の詳細については、結婚式の項を参照のこと。日本の結婚形態は、古代から中世、中世から近代、現代と大きく3期に分けて、その変遷が説明される。 結婚披露宴も結婚形態の変遷に伴ってその意味合いを変えてきた。古代から中世、鎌倉時代初期までは夫が妻の元に通う妻取り婚が広く行われた。当人同士の恋愛から始まり男が女の家に通って夫婦関係を発生させる。結婚を認めるのは女性側の親であり一種の無こ婚とされる。女性親は 男がすぐに帰ってしまわないよう男の履物を抱いて眠ったという。男が三日三番通ったところで女性親は結婚を認め、向こうを艦するため多くの飲食物を教授、親戚らを招いて、向こうを披露する宴会を催した。これを、ところたけ露見、ところあわらしいと言った。平安時代には、披露宴の前に三日夜の餅など、 現代の結婚式に通じる儀式も生じていた。中世から近代、戦前に至る時期には嫁入り婚が広まった。嫁入り婚では、嫁が男性側の家の一員となる嫁入りによって結婚が成立し、夫婦の生活も無こ型でされることが多い。結婚は家と家との結びつきの端緒という側面が重視され、男性側の家に両家の親族らを招いて、 結婚披露宴が模様された。嫁入り婚は、武家に見られる、普遍家族制度の現れであり、その成熟に伴って、武家以外の社会にも定着していった。封建社会組織が確立してくると、お見合いや婚約、結納、儀式の日取り、結婚披露宴の式辞作法も整備され、小笠原流や伊勢流など、儀礼の流派まで誕生した。明治時代に制定された、旧民法の家制度、 それに基づく戸籍制度でも嫁離婚を基本的な結婚形態として構築されている。戦後、1946年に公布された日本国憲法特に14条、24条などとこれに基づいて改正された現行民法、家族法の規定により結婚と夫婦、家族に関わる制度と認識が大きく変わった。現在では結婚は一方が 他方の家に入るという形ではなく、両性の合意のみに基づいて、新しく独立した夫婦、家族を形成するという認識が強い。そのためお見合いは減少し、恋愛結婚が重視される。また生活の実態としても、夫婦とその子だけで生活する各家族が多い。そのため、結婚式、結婚披露宴は、夫婦の家やその実家で行われることが少なくなり、ホテルや、 結婚式場、レストランなどで行われることが多くなった。もっとも、家と家の結びつきという側面は、現代の結婚式、結婚披露宴にも随所に見られる。大行な宴席や家意識を敬遠して、レストラン等で、新郎新婦の両親や兄弟姉妹、親しい友人、知人のみで簡素に祝う、いわゆる地味、地味婚も多くなっている。欧米でも、結婚式と並び、 結婚披露宴が重視される。ウェディングケーキへの入党や、ファーストバイト、ブーケトスや、サムシングフォーなど、日本の結婚披露宴に取り入れられた習俗も騒。韓国では結婚披露宴で振動をいじめる風習がある、韓国の振動いじめ。中国では結婚披露宴を、騎手、中国語、史上という。騎手は、婚姻届や、結婚の儀式よりも重視される。 機種は、ホテルやレストランで行われることも多い。台湾では、結婚披露宴を、機種、台湾語、宴会の場で、大量の料理を作ることという、ホテルやレストランで行われることが多い。ただ、今日でも、自宅の近くの道路を封鎖し、大きなテントを建てて行う伝統的な、食事会も、少なくない。このような食事会のことを、台湾では俗に黒松飯店とも呼ぶが、 これは、黒松という飲料メーカーが、野外宴会用に、テントの貸し出しも行っており、この手の宴会の場で、黒松印のテントがよく見られることから来ている。芸能人やスポーツ選手など、著名人が、結婚披露宴を行う場合、一般市民とは違った、豪華な内容と招待された、各界著名人の姿などの披露宴の様子を、テレビ局などが中継する場合がある。 日本で初めてテレビ中継された結婚披露宴は1960年3月1日に挙行されたアシアガンノスケ、アシアコガン、オオコン、いずれも喜劇俳優、上方お笑い芸人夫妻3組による合同結婚式である読売テレビ制。1970から80年代までは様々な著名人の披露宴中継が民放各局で放送され、 平均視聴率は30%を超えるなど人気を誇っていたが、1990年代以降は一般人と同様の意識変化に加え、プライバシーの侵害の恐れがあることから、披露宴そのものを行わない事例も増えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。